代目のゲストも大和くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本家にさ、よく来てたっていうきっかけって覚えてる？橋本さんが多摩プラザのアパートから、アパートマンションね、から一軒家を借りたということで、とりあえず引っ越しをするから出てこいやって言われて、それでわけもわからず引っ越し要員として、あの時も新日本のトラックで来たじゃん。 ね、はい、もうすごい恥ずかしい、うん、そのことは緩かったんで。そうだよね、もう、うん、一声でトラックが登場するみたいな、ね、そうだよね、うん、でも店主さんに、まあ、何千円かと昼飯をおればそれで解決っていう時代でもうさ、引っ越し業者頼もうよとか思って、うん、みんなに悪いじゃんねと思って、いいんだいいんだ、みんな来るから呼べばみたいな感じで、それもましてさ、うちほらマンションの4階階段だったんだよね、はい、あれ全部運んでもらってね、はいはい、で結局じゃあ IKEA に引っ越したのが嬉しくってみんな呼ぶようになった。そうですね、これ言っていいか分かんないですけど、これダメだったらカットしてもらいたいですけどタンスを動かしたんですよね、うんうん、そしたら壁にね、あいあい傘があって深夜ミカって書いてあったんですよ。あれと思って、おちょっと待てよと、あれそこにいる奥さん名前違うよなって、でタンスを戻したんですよ。橋本さんが、橋本さんが何やっとるんやん、タンス運べやって言うけど、すいませんちょっともう、後でいいですかってごまかしたんですけど、あのね、このなんだっけ、深夜見たって書いてあったんだね。とアイアイ傘で、それもあのなんていうの、光る星みたいな、そう昔だったもう土昭和みたいな電気消すと光る星の形みたいな、あれ今探しても売ってないですよ多分。あれで、アイアイ傘でうちの壁に深夜ミカって書いてくれて、そのミカっていうのは私のことなんだけども、これは私が働いてた時の現地なんで、ミカって言ってたんで、そこに貼ってあったんだけど、みんなに言われるんだけど、超恥ずかしいね。またミカっていう名前を覚えてるの、僕自分ですごいと思うんですけど、その時だけしか見てないのに、はっきり覚えてる。本当に恥ずかしい思い出。これはね、滑らない話の一つです本当に。という引っ越しがありの、一軒家の方にみんなが遊びに来てくれるようになって、で、ね、たまたま引っ越したじゃんね、はい、で引っ越して、近所を散歩してる時っていうか、あ、見に行った時だ、物件見に行った時に近くにね、全日本プロレスって大きなトラックがあったわけ、うん、はい、すぐからですね。 で、あ、ここら辺でリング屋さん住んでるのかなとかと思ってて、引っ越した後に近所にね、ご挨拶に行かなきゃいけないねっていうことで見たら鶴田さん家だったんだよね。すっごく大きなジャンボ鶴田さんの家があって、あの鶴田さんもとってもいい方で、あの散歩してる時にね、であの会うと一緒に散歩してくれたりとかしてて、うん、っていう思い出がある。まあでもあれは本当に大げさじゃなく隣レベルでした。本当にびっくりした、こんな近くにって言って、はい、で言ってもいいのか分かんないけど、鶴田さん家ってさ200坪あったんだよね。ね、そしたらもう絶対俺は鶴田さんの家をね超えたいんだって、201坪でいいから1坪でもいいから鶴田さんの家は大きな家が欲しいとか言い出して、僕設計図書かされました。あの設計図どこに行ったかな、うん、大地が持ってるから、うん、その時にいたメンバーは、じゃあお前この部屋やるから子供じゃないんだよ、部屋まで当てがわれちゃって。大地ほらね、今うち大地もプロレスラーやってますけど、ね、大地のことも赤ちゃんの時から知ってるよね、じゃあね。そうですね、大地がもう28区ですか、はい、僕がスタートしたのが91年なんで、うん、30年、うん、そうすると全部、うん、あの大地が、ね、まだ橋本さんのあるところにいる時から知ってるわけですよね、うん、はい、もう本当にやんちゃだったから、まあでも僕大地を見て初めて子供って可愛いんだなって思ってたんですよね。本当に、ね、いやまあその時は責任がないから責任がないから、まあおじいちゃん状態ですよね
ワンクッション置いてるから可愛いなって思ったのかもしれないけど、うん、大地のお友達も来るわけですよ、クリスマス会には、うんうん、でも我々は大地にしかプレゼントを買っていかないわけですよ、うん、で大地のお友達が見てる前で、うん、大地にプレゼントをあげると、うん、大地のお友達に橋本さんがすごい気を使ってて、うんうんうん、それが、まあ、この人ものすごい優しい人なんだなと思って、うん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 、あんなにめちゃくちゃな人なのにここ気使うかみたいなところで、うん、それすごい覚えてますね。僕も2回目からは学習して大地の友達用のプレゼントも持ってきましたからね結局ね、本人もプロレスラーになるなんて思ってないじゃん、はいはい、いつもうちに来てた遊んでくれるおじちゃんたち、はい、お兄ちゃんたちだったわけだけど、プロレス界に入ってさね、それこそ敬語を使わなきゃいけない相手になってきて、うん、みんな先輩になっちゃったわけじゃんね、逆流しもう大地3歳ぐらいの時に呼び捨て食らってここ上がってましたからおい田山っつってこう自分ご飯食ってんのに大地ここを登山してましたからね、田山遠藤とか橋本さんがダメだろチャボって呼べとかわけだからで、なんかある日なんか橋本さんから寝てたら電話があって、とりあえず来いや、大地がいなくなったんや衝撃的な電話があって、よくわかんないけども車に自転車積んで、うん、だから新聞の勧誘員みたいなもん自転車トラックに積んで現地行って調べるみたいな大地がいなくなったんや、探してくれって言われて、うん、その頃一番橋本さんの名前が売れてた時代だから、うんうん、多分誘拐されたぐらい、うん、心配だったんですよね。パトカー3台来たからね、うん、そして僕がついて、うん、数時間で、ね、近くのドラッグストアで見つかったとか言って、うんうん、100円積んでガチャガチャやってたっていうあれもまあ良かった良かっただけど大概ですよね。お花買いに行くからって言って出かけたの、あの5歳の時だよね。で近所に花屋があったから、そこにいつもお花買ってたからそこに行ったんだと思ったの。お花屋さんに行ったら、いや来てませんって言われて、でパパに電話したら警察電話しろって言われて、警察と思ったけど、とりあえず警察電話しろって言われて、で警察に電話をして事情を言ったら、あ、橋本信也さんちですか、じゃあ誘拐されたかもしれませんね、いつもよりパトカー多めに出しときますって言われて、多めに出しときそれで、ね、大騒ぎになっちゃって、そしたらパトカーが保護してくれたんだよね。そしたら本人はガチャガチャをやりに行ってて、ガチャガチャいっぱい持ってて、だけどお金持ってたお釣りのお金とガチャガチャが合わないわけ、うん、でどうしたのって言ったら、いっぱいほら同じもの出たやつが捨てちゃったとか言って、橋本大地多分今よりその頃のが有名だったんじゃないですかね、うん、うちの息子の友達のお母さんが保険の先生をやってたんですよ、うんうん、で何かの表紙で、うん、橋本大地知ってるって言い出して、うん、うちの生徒ですって、うん、大地くん、授業参観とか運動会になると半分裸のようなお姉さんが見に来るのって言われて、誰のこと、まあ、今考えると安田さんの娘あやみだったんですけど、うん、半分裸なんかまあちょっと大げさかもしれない、露出が多い、やたら若いお母さんが来るっていうなんか学校中の噂になってて、本当、うん、小学校の頃から重役出勤でなんかホステスさんみたいな人が見に来るっつってどういう話だっていうので有名になってたらしいですよ。いや親としては普通の学校生活してると思うでしょ2年後にマリがさ入学したら、お兄ちゃんねいつも先生に逮捕されてるよって言われて逮捕もうね、いつもね朝礼の時とか砂場行っちゃってるしねとか言って、連れ戻されても連れ戻されてもまた行くんだよねとか、いつも逮捕されてるって言ってマリが教えてくれて、まあ、感覚が、うん、違ったんですよね、うん、以前大地に大地晩ご飯いつも12時に食ってたよなって言ったら、ね、最近知りました、普通のうちは早いんですね、違うあなたのうちが遅いんだ、普通のうちは7時8時にご飯終わるんだ第一あなたのうちは夜中の12時だったって最近知りましたもう本当にさ
うちに来てる人たちには大地はもうほんとめちゃめちゃお世話なんだからさ。いやさ、次回大地も呼んで話する？はい、はい、ぜひ。じゃあ次は大地も呼びたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ゲストの方の詳しい情報は概要欄にありますので、そちらをご覧ください。また次回お会いしましょう。